はい、酒好きな元新潟市の飲酒動画です。今回は、サントリーの黒絞りの、紅熟パイナップル、ラム酒仕立て。これ、黒絞りのプレミアムですね。アルコール度数が 5%、果汁が 20%。原材料名が、パイナップルとパイナップル新石酒とラムと、リンゴリキュールとスピリッツと糖類と酸味料と香料と炭酸ガス。いろいろ入ってんな。ラム酒を隠し味に加え、パイナップルの熟した濃厚な味わいに仕上げました。よし。それでは。いただきましょう。いや、先ほどですね、1リットルの涙っていうあのドラマ、まあ、今更なんですけど、あのドラマをね、デイリーモーションっていう、あの無料のアニメサイトで、見てたんですけど、いや、本当に泣けるね。あ、カピー。本当に泣けます。まあ文庫版も見た、ね、こちら。あ、これも買ったんですよ。これ文庫版のやつなんですけど。本当に泣けるね。だから、あれなんですよ。あのね、ドラマ版と映画版もあるみたいなね。うん。まあ、なんていうか。まあ、未だに不治の病っていうのは、あるんだろうね。それで結局、俺らには結局何もできないんですよね。僕らには何もできないんだなっていうのが、それで苦しんで、まあ、死んでいってる人は、いるんだろうね。で、まあそういうのを見て、まあ泣くじゃないですか。ね、多分俺も、こうやって泣いてんのも、なんかその人に対する、哀れみで泣いてるんだろうねって。なんか、自分でこうやって泣いてて、なんか結局さ、なんか哀れんで泣いてんだろうなって、なんかそれでもう泣くのも結局なんか本当はいけないんですよね、こういうのって。こういうのって病気の人にしてみりゃ、泣くのって、なんか哀れんでるみたいな感じでさ、本当は良くないですよ。泣いたりすんだもん。本当はね。でも、1話と2話見たんですけど、もう涙が止まらねえよね。うん。
で、久々に見ましたね。あの、沢尻エリカね。あの頃はまだ、あの、綺麗だったんだなって。綺麗っていうか、あの、多分まだ、あのね、まあ、若かったっすね。あれ、何年のあれだったっけな。まあ、でも、まあ、1リットルの涙って、昔は、まあ、だいぶ昔のあれですけどね。2005年ぐらいだったか。今から13年ぐらい前かった。まあ、沢尻エリカが主演の、あの主人公のね、あれなんですけど。まあ、非常に、もう1話目からもう、涙ボロボロ出ましたね。まあ、他に、俺が泣けたっていうのは、世界の中心で愛を叫ぶは泣きましたけど、あれはドラマ版も見たし、映画版も見たけど、まあ、ドラマ版は1話では泣けなかったよね。あれは、あの、いわゆる、あれは最後の、まあ最後のあたりで泣くみたいなパターンなんですけど。でも、1リットルの涙は、もう1話目からもう泣けるもんで。結局実話を元にした、あの話なんですよね。だから余計にね、これほど、まあ1話目で泣くっていうあれも、まあ俺はアニメで、なんだっけ、あの花の名前僕たちはまだ知らないっていう、あのアニメありますけど、あれも1話目からもう泣きましたけど、なかなかね、まあ泣ける、まああれもありますけど、でも1話目から泣けるものってあんまないっすよね。で、しかもあれはドラマだしね。うん、まあ、国絞りプレミアムの話に戻りますけど。まあ、これはパイナップルと若干ラムの味するけど、まあでもほぼほぼあれっすね。他のパイナップルチューハイっすわ、これ。まあ、ぶっちゃけ別にっていう感じはしますけど。まあ、確かにラムの香りはするんだよね。味はするんだけどさ。でもそんなにうまいかって言われると、まあ、いやーって。まあ、パイナップルのチューハイってまあそこまでないけど、でもそこそこあるよね。で、まあそんなにうまいかって言われるとまあ別に大したことね。まあラム。プレミアムなこだわり、たっぷり果汁と新石種で包まれる時間。果実そのものを生かした風味のため、果汁を厳選しました。たっぷり果汁があなたを包みます。抱きしめます。その果汁に合わせるお酒は果実や果皮を浸して漬けた新石種。深いコクに浸ってください。
と俺泣いたドラマっていうか映画か。今会いに行きますっていう、まあ昔のね、まあドラマっていうか、あの映画ありましたけど、あれも泣きましたね。あれも大好きな映画なんですけど。でもあれは完全に架空の世界っていうか、架空の、まあ、あれですからね。本当に久々に感動した。感動してますね。なんか自分のは、あの、自分は何もできないっていう無力さが、あの、ひしひしと伝わってくるよね。あの、結局さ、その母親とか、その病気になった方の、その、母親とか父親は、結局何もできねえっすよ。痛みを、あの、いわゆる、分け合うことできないんですよね。半端ねえですね。いやまあ皆さんもね、良ければね、まあ1リットルの涙でもタイトルぐらいは知ってるとは思うんですけどね。まあ俺も知ってたんだけど全然見なかったってパターンのやつね。あ、知ってますけど、あの全然どういうあれか内容も全然知らないっていうあれなんですよ。まあね。まあそういうの結構ありますよね。でもやっぱ実話だからこそ、まあ心に響くこともあるし、まあ、いろいろありますよね。確かにほとんどのあのドラマって結局架空の世界で、ターンのあのフィクションでしょ。あの、世界の中心で愛を叫ぶだって、あれ、あの、いわゆる白血病っていう病気はあるけど、あれはフィクションでしょ。うん、あの、ああいうことをしたかっていうと、フィクションなんだよね。所詮フィクションなんですよね。やっぱノンフィクションっていうのは、やっぱり、それだけなんか、なんか感動の、あれも違いますよね。久々にとても感動して泣きました。まあこれ普通じゃね。別に普通じゃない。これは4343です。ご視聴ありがとうございました。